はいどうもフランスガイドの中村です今回はオルセイ美術館にある19世紀半ばの2枚の絵画を紹介していきたいと思いますまず1枚目アレクサンダー・ーカバネによるヴィーナス誕生ですうんそして2枚目の絵画これはウィリアム・ブグロウという人によるこれもまた「ヴィーナス」誕生この2枚のヴィーナス誕生を紹介していきたいと思いますどうですか皆さんこのね2枚の枚ヴィーナス誕生を見てあ 知ってるっててる思われました私の予想ですがねほとんどの方がこの2枚の枚絵画知らなななかかったんんじゃないかなと思うんですしかしね19世紀の人々にとってはこの2枚の絵画はものすごく有名な絵画だったんですよ。一方私たちは知らない。そして私たち誰もが知っているような有名な印象派の絵画実は19世紀ではそこまで知られていなかったんです。 つまりね19世紀の人々にとって有名な絵が我々は知らない我々が知っている絵が19世紀の当時の人々は知らないということなんですよね。ということなんですよね。このね本日紹介する2人の画家っていうのはまさに当時のエリートコースを歩んできた画家の2人なんですよ。 当時どのような絵画が評価されそしてそのような絵画が評価される背景にはどのようなものがあったのかこれをですね今回紹介していきたいと思います少しでも面白そうだなと思った方是非最後までこの動画をご覧くださいそれでは早速絵画を見ていきましょうまずはこちらの絵画のの作品です裸の女性が横たわっている体をひねり顔はこちらを向いています 彼女どこにいるのかというと海の上に浮いています海の上に浮いていてるってことは生身の人間ではないということがすぐに分かりますねタイトルはビーナス誕生海の泡から生まれた愛とびの女神ヴィーナスが表現されているっていうことですだから裸なわけですね彼女の上には翼を生やした赤ちゃんたちがさまざまなポーズで飛び回っています これはピュットと言いヴィーナスと一緒によく登場しますヴィーナスの息子には子供の姿をして翼を持ったキューピットがいますね。キューピットは恋愛の神様ですこの翼を生やした赤ちゃんたちはキューピットから派生し愛あるいは愛の前触れの象徴としてよく登場します背景の三分の二が青空になっており後方左後ろに うっすすらと島影が見えています神話では彼女はホタテの貝殻に乗り風に促されてキプロス島に流れ着くことになりますからキプロス島の島の影とといううことでしょうちなみにキプロス島にたどり着いたヴィーナスが描かれたのがあの有名なボテッチリの絵画ですよねさてこちらは同年代の画家ブグロウによる作品です。 カワネルのヴィーナス誕生よりも15年後の作品画面中央にはホタテ貝に乗ったヴィーナス髪をかき分けコントラポストで立つ姿はアングルのヴィーナスそっくりですホタテ貝のイメージさらに貝の上の立ち姿はボテッチリの影響を見ることができますねヴィーナスは裸の人物たちに囲まれています褐色の肌をした男性がいますね しかしよく見ると下半身が魚になっていますこれはトリトンという海の神ですホラ貝を吹き彼女の誕生を祝福していますトリトンと一緒にいるのは海の妖精ニンフたちヴィーナスとよ、若く美しい女性たちでミルクのように白い肌ですトリトンとニンフは男性と女性褐色と乳白色とコントラストを作っています 画面の前景にはイルカに乗ったピュートーたちがいます海の泡から生まれたヴィーナスは海にまつわる動物と一緒に描かれることが多いんですイルカもヴィーナスを象徴するアトリビュートの一つなんです今度は彼らの視線に注目してくださいトリトン、ニンフ、ピュートーみんな中央のヴィーナスを見ていますよね周りに見上げられることで 中央のビーナスを強調しているんですビーナスの存在は迫力のある背景でさらに強調されている複数のピュートが旋回しながら戯れています縦長の構図は彼らが飛び回ることでよりダイナミックな動きを取り入れているんです注意してみるとイルカに乗っている2人とほとんど同じポーズのピュートが上部中央に見ることができますさらによく見るとね 実は二人一組にになっってて連続写真のように動きを作っていることがわかりますおそらくこの子ども人にいろいろなポーズを取らせデッサンをしそのデッサンを組み合わせることで絵画の構成を考えたんだっていうことなんでしょうさあ今紹介したこの2枚の絵画どちらもアカデミー派の絵画と言われているんですがとても似ていますよね。 ーナス誕生という主題が同じしかしね似ているのは主題だけでではないんですあらゆることが似ているんですよこの2枚の絵画の共通点を明らかにすることでこの時代の特徴を探っていきたいと思いますまず2枚とも裸の女性が描かれています前回の動画で説明したように裸の女性を描く時はルールを守らなければいけなかった そののルルールをこの2枚ちゃんと守っていますよまず1つ目のルール女性が裸である理由を示すということ一方は直接海に浮いていますもう一方はホタテ貝の上に乗っているがその貝は海に浮いているまあどちらもね水の上に浮いているわけですよつまり生身の人間ではないということがちゃんと示されているわけですタイトルも「ヴィーナス誕生ヴィーナスだから裸」ということで 女性が裸の理由がどちらもしっかりと示されているそれでは2つ目のルール女性の体の理想化ですどちらの女性も7頭身から8頭身の理想的なプロポーションをしていますよねブグロの方は優雅なコントラポストのポーズになっていますそしてそのまま横に寝かすとカバネルのヴィーナスのポーズになるわけです両者とも脇 すね毛のようなムダ毛は一切ありません。女性の局部はリアルに描かれることなく陰毛も省略されています。肌は一切の日焼けをしておらず、ミルクのように真っ白です。日焼けをしていない白い肌、これは当時の美の基準の一つでした。肌の塗り方にも注目してください。すべてグラデーションで描いていて、滑らかな質感になっています。一切、 筆のの跡を残さなないっていうのも重要なポイントなんですそして「ルールを守ったらとことんエロく描く」これですよ。アカデミー絵画の本領発揮っていうところなんですけどもまずねどちらもヴィーナス誕生なんですけども2人とも生まれた瞬間にとてもセクシーな体なんですよね。それだけではない。 カバネルのヴィーナスの顔を見てくださいよ。何かね、紅葉して目が甲骨の表情なんですよ。そしてね、親指の足先を見てください。反り返ってる。快楽の絶頂にいる女性のポーズになっているわけです。これね、ヴィーナスっていう神話の主題を口実にしたポールの作品ですよ。完全に。そしてね、 ブグロウも負けていない。いや、もっと過激と言ってもいいかもしれない。ヴィーナスは髪をかき分け、胸、局部、脇、エロティックと感じさせる部分を全部見せている。しかしね、もっとすごいのはその周辺ですよ。まず、神話の登場人物といえども、裸の男女が抱き合い、手を握り合っているんです。まず、ここを見てください。 手の握り方がね。恋人同士じゃないですか？そしてね。こちらは男性1人と女性2人手が複雑に絡み合っている。かなりエロティックに表現しているんです。そしてね。極めつけがトリトンが吹いているホラガイの笛。エロティックっていう文脈を踏まえてね。この回をもう一度見てみるとどうですか？ 何かか他のものもに見えてきませんか男性が口をつけその開口部に指をはわせるこれね完全に意識してますよ作者は神話の主題っていう口実のもとかなり際どいポルノマガイのことをやっているわけですよそう考えるとねカバネルとブグロやっていること全く同じじゃないかっていうことが分かりますよねでね これも2枚の共通点なんですけどもどちらも当時社会的にとても評価されていますどちらもねサロンで国家買い取りになっていますよ当時はサロンっていう年1回の展示会がありましたこのサロンに展示されることで芸術家たちは自分の名前を売ることができたんですサロンには誰でも応募できました しかし展示されるには審査を通らなければいけない展示されるだけでも名誉なんですそして展示されたものの中で優秀な作品には賞が与えられます賞を取るとねアーティストの知名度は一気に上がる自分の絵画の値段も跳ね上がるわけですさらに最優秀作品は国家買い取りになるんですよ カバネルのヴィーナス誕生は1863年のサロンに展示され国家元首であるナポレオン三世によって買い取りになっているブグロのヴィーナス誕生は1879年のサロンに展示され国家買い取りになっていますつまりこの2枚は当時最も評価された絵画だっていうことがわかるんですではね 例えば皆さんが子どもの頃から絵が描くのが大好きで物心ついて本格的に絵描きになりたいって思うじゃないですか19世紀絵で飯を食っていこうとした時まず目指すものは何だと思いますかサロンですよまずねサロンに応募して展示してもらってさらにそこで賞なんか取れればすごいわけですじゃあね どうすればサロンで評価されるのかどのような訓練をすればいいのかそこでねヒントになるのがカバネルとブグロウの経歴なんですよするとね面白いことがわかるんです彼らの経歴が全く同じなんです2人ともねまずパリのエコール・デ・ボザーっていうんだけどこれは国立美術学校ってまあ訳してるんですがね まあここに入ります。つまりこれね、パリの芸大ですよ。そして、二人とも最も優れた生徒に贈られるローマ賞というのを獲得しています。ローマ賞っていうのはね、芸大で毎年開かれるコンクールで、優勝した生徒は国費でローマ留学できるんです。ローマでは古代建築、彫刻、 イタリアルネッサンスのの大巨匠作品などを学ぶこ,とができるんですこの二人、留学から帰ってきたら、数回サロンで賞を取り、それから芸術アカデミーの会員になって、芸大の教授になっています。言ってみればね、二人とも絵に描いたような画家のエリートコースを歩んでいるんです。19世紀当時、 画家を志す者がまず思い描くようなサクセスストーリーですよ。もうこれ以上のエリートコースはないっていうぐらいですね。2人の絵画はね。似ていて当然なんです。というのは、同じ学校で同じようなことを学び、同じような留学をして同じような職に就いているからなんです。そして、なぜこのようなキャリアを積むとサロンで評価されるのかと言うと。 サロンで作品を審査しているのがみんな彼らのようなキャリアを経た芸術アカデミーの会員だからなんです。つまりね、19世紀のサロンとはアカデミー的な芸術家が自分たちと同じような絵画を描く芸術家を評価する体制になっているわけだ。これね、非常にわかりやすいですよ。なんでね、 自分と同じような作品を評価するっていうのは最終的に自分の作品の価値を高めることにつながるじゃないですか。つまりサロンっていうのはすでに社会的地位を持ち権威を持った芸術家の自己評価システムそのものって言ってもいいわけです。だから全く違う芸術作品が出てきた時にそれを評価できない。 これ当然ですよ。1863年。これね、ちょうどカバネルのィーナス誕生。これ展示した時ですが、それと同じ年にサロンに応募されたのがマネのオランピアなんです。同じ年なんですよ。オランピアはサロンの審査に落ちました。オランピアを批判したのはカバネルとブグロウですよ。ではね、具体的に言うと、 アカデミー美学とはどんなもので芸大ではどんなことが教えられていたのかこれをですね見ていきましょう芸大に入学することができるとまず徹底的にやるものがありますすデッサンなんですよその理由を考えるためにまずこんなね問いを立ててみましょう。絵画とは 色で形を表現するものですよね。ではね、色と形、より本質的なものはどちらでしょうか非常に難しい問いですよ。いや、どちらも重要でしょうってね。そう思いますが、アカデミー的な考え方はね、とても理性的なんです。まず、形とは何かっていうところから入ります。形とは、 何かしらの広がりを持つものだと言います。ちなみに、広がりを持たなければ、それは形ではなく、点でしかありませんよね。ではね、次の問い。色のない形は存在するかどうか、どうでしょうか。例えば、透明の三角形を想像してください。これ想像可能ですよね。したがって、 形は色なしに存在するということになります。ではね、今度は形のない色を想像してください。これ想像できますか例えばね、赤い色をどこかに塗るとするじゃないですか。色を塗った途端、塗られた箇所は必ず広がりを持ちますよね。つまり、色があるところには 必ず広がりがある。つまり形があるわけです。色は形なしに存在しない。つまり形に従属しているっていうことがわかるんです。故にですよ。故に形の方が色よりも絵画において本質的である。と結論できるんです。哲学って感じですよね <laughs>。 これがね、アカデミズムの特徴なんですよ。もうとにかく理屈っぽい。よってね、絵画の中で重要なのは、色彩ではなく形だっていうことになるんです。形を正確に把握するために、とにかくデッサンの技術を磨けとなるわけですね。アカデミー派の基本はね、色彩よりもデッサン重視ってことなんです。ではね、 次の問いいきますよ。これね、より根源的な問いなんですけども、美とは何かっていうことです。アカデミー派によるとね、美とは、感情に訴えかけるものではなく、理性に語りかけるものだっていうんです。よくわかんないけど、目に心地いいからなんとなく好き。これじゃダメなんですよ。これは美と言えません。アカデミー的に言うとね。 なぜそれが美しいのかってちゃんと理由を説明できなければいけない。わかりますここでもそうですよね。すごく理屈を重視してるんです。なぜ理屈を重視するかっていうとね、アカデミー派は美の普遍性を求めているからなんです。もしね、美というものを人の感情が判断できるんだとしたら、 美は主観的になってしまうんですよこの絵画は美しいかどうかって話をする時に個々の感情が判断基準だとあなたはこれを美しく感じているって言っているが私にはそう感じませんそれで終了じゃないですか100人いたら100通りの美しいができてしまうそれじゃまずいよねっていうのがアカデミズムなんですよだから理屈を重視する 1たす1は2このような理性で理解できることっていうのはみんなに共通じゃないですかだから美しい絵を制作するにあたって理性が読み取れるような美しさの基準を描き込めと教えるんです例えば幾何学的遠近法理想的なプロポーションそして安定した構図そういうものを絵画の中に入れなさいよと教えるわけです さらにね絵画は理性が読み取るような主題あるいは内容を持っていなければいけないっていう要求が出てくるんですよ。ここで絵画の主題によって絵画の価値が決まるという階層化が始まっていくわけです。これはねピラミッド構造になっていて頂点にあるのが偶意画宗教画神話画 歴史画なんですこれ総称してね歴史画とか物語画と言ったりしますそこには道徳的な教訓人生の真理あるいは哲学的な思想などを読み取ることができるとその下にあるのが肖像画ですこれは描かれている人が偉いので絵画も上位に来るわけですではね 一般の人の民とか庶民を描いたらどうなるかっていうとこれ絵画のレベルが一つ下がりますそれが風俗画です一般人の日常生活を描いた絵画ということですねそしてさらにね人間が絵の中に出てこないとまた絵画のレベルが1個下がる例えば風景画はその下になるわけです今度その風景の中の花とか果物とか貝殻とか それだけ取り出して机の上に並べて描い,てみるいわゆる生物画ですがこれ一番レベルが低い絵画になるわけですね画家のキャリアはこのピラミッドを登っていくようにして成長していくわけですまず生物画を描けるようになり風景画を描けるようになり人物を描けるようになりとレベルを少しずつ上げていくそして 人物が描けるようになったら今度は複数の人物を入れて複雑な構図をとって歴史的宗教的などの知識を動員して絵画を描くこれが物語が出会ってこの絵を描けるのがいわゆる巨匠なわけですよ。面白いのはね絵画の大きさつまりフォーマットにも決まりがあります。ピラミッドの上に 行けば行くほど、大きなフォーマットを使って書くことが許されています。ですからね、美術館で私たち、何気なく作品を見るじゃないですか。その時にね、注意して見てほしいんですけど、やっぱりね、歴史画とか宗教画っていうのは、大きいサイズで描いてあります。一方、生物画とか風景画っていうのは、自宅の壁にかけられるぐらいのサイズなわけです。 絵画の価値と絵の大きさっていうのはそのまま比例関係にあるということなんです。ということでまとめるとアカデミー派の基準というのはデッサン重視理想的なプロポーション安定した構図神話宗教的主題の優位そして絵画自体の大きさとなるわけです。これに引っかからない画家たちは サロンでことごとく評価されないという状況ができるわけです評価されないどころか展示もされないわけです厳しい審査を通らなければ展示会場に並ぶことさえできないんですよここまで考えればね、印象派の絵なんてサロンで展示されるはずがないってことが誰にでもわかるじゃないですか印象派の例えばモネの絵だってね、デッサンちゃんとやってない 色の塗り方もめちゃくちゃ仕上げができていないそして彼は風景画ですよね風景画はアカデミーでは評価が低いわけですよマネモネルノワール有名な印象派と言われる画家たちはみんなサロンに挑戦していますが全然評価されていないですそれは彼らがアカデミー的な基準から外れてしまっているからなんです しかしね19世紀になってくるとこのアカデミーの力も少しずつ弱くなっていくんですまずねかつては王公貴族あるいは教会が芸術にお金を出していたしかし19世紀になると事業に成功したブルジョア階級が芸術にお金を出すようになるブルジョアはビジネスマンであって必ずしも教養人ではありません そうすると神話画とか宗教画とか見てもピンとこないわけですよ。見てすぐわかるような風景画あるいは生物画を好むようになる。アカデミー的美学の崩壊がね、社会制度の変化とともに始まっていくんです。その変化を敏感に書き取って今ある美とは何かを語る美術批評家が登場してくるのもこの時代です。小説家のゾラ、詩人のボドレール、 などが美術批評をやるんですね美術批評はねとても人気があって金になったって言われてますよ彼らはアカデミー的美美学学をを批判し新し新い美学を提示すするようになりますそのようにして少しずつ印象派登場に向けての準備がされていったんですはいということでまとめていきましょうこのね2人の画家カバネルとブグローというエリート画家 を紹介いたたししました、まあ、彼らはね決められた学校に入って決められた技法を学びそして決められた主題で絵を描くことによって社会的な知恵を手に入れたっていうこの2人でしたよね。でそのような彼らの絵画を評価するシステムというのがサロンといいう展示会でございま,したまあね注目すべきはね彼らは当時19世紀の社会的な評価は完全に掴むことができた。しかしね 時代とともに彼ららは忘れ去られ去てていっっしまったとそして当時全く無名だった印象派の人々が私たちにとっては非常に重要な画家になっているっていうねまあそのような当時のまあ社会的な地位を得ることの虚なしさ同時代のね評価を得たとしても歴史的な評価は必ずしも得ることができない。 当時評価されていなくても、歴史的に評価される人が出てくるっていうね。ま、そういうまあ時間の持つ残酷さというかね。歴史の難しさっていうことを、まあ非常に強く語っているなという風に思いますよねえ。それでは今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします。皆さんの感想をぜひね。コメントに書いてください。コメント見の非常に嬉しいんです。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。